皆さんこんにちは。結婚や熱愛、浮気や離婚、果てには不祥事による炎上や逮捕まで、芸能人には様々な報道や噂が飛び交っています。今回はそれらの報道や噂の中から、認知症を噂された芸能人をご紹介します。小野陽子、2017年4月26日に発売された週刊新潮の記事で、小野陽子さんがレビー小体型認知症という病気になっていることが報じられました。2017年の6月14日にニューヨークのセントラルパークで開催された米国音楽出版社協会の年次総会に出席した小野陽子さんは、車椅子に乗り何人かのスタッフに付き添われていたといいます。目撃者曰く、衰えて弱々しい感じになっているように見えた。そして30分の散歩の間、車椅子から立ち上がることはなかったとのこと。また4月15日付の英大衆紙ミラー電子版には、車椅子に乗った小野陽子さんが介助する女性に押されて自宅近くのニューヨークセントラルパークを散歩している写真が掲載されました。 NHK ファミリーヒストリーに出演した際には、ニューヨークのスタジオにて小野陽子さんのルーツを番組が取材し、編集した映像をソファに座って見ながら冒頭で病気に触れていました。番組にはジョン・レノンさんとの間に設けたミュージシャンのショーン・レノンさんも一緒に出演。スタジオ入りの際は車椅子ではなく、ショーン・レノンさんの手を借り、足元は多少おぼつきませんでしたが自力で歩行。小野陽子さんは、今ね、あのちょっとすごい病気になって、みんなにもうあと3週間ぐらいで死ぬんじゃないかななんて言われてたの。だけど全然そんなことないの、と笑いながら重病説を否定していました。その時の口調は弱々しいものではなく、はっきりしていたそうです。朝岡幸治、俳優の津川雅彦さんの妻で天然なお嬢様というキャラでお茶の間に愛されてきた女優の朝岡幸治さん、2018年4月27日、享年82歳で死去しましたが、その死は1ヶ月近く明らかにされず、翌月の5月19日や20日に夫の津川雅彦さんが記者会見を開き公表しました。数年前から朝岡幸治さんがアルツハイマー型認知症を患っていたことは明らかにされていたため、ニュースや週刊誌ではアルツハイマー型認知症が死因だと報じられました。アルツハイマー型認知症は物を忘れる類の疾患であると一般的には周知されているため、死因が認知症という報道には違和感を抱いた方が多くいたようです。認知症介護研究研修東京センター長によれば、アルツハイマー型認知症は脳にアミロイド β 続いてタウというタンパク質が異常にたまり、やがて神経ネットワークがダメージを受け発症する病気。症状が進むにつれ時間がわからなくなる。買い物や料理、掃除などの家事を段取りよく行うことが困難になる。家族や親しい人の顔がわからなくなる。妄想、幻視、徘徊といった症状が現れるようです。そして終末期には体の動きを司る脳領域にまで病変が広がり、手足を動かすことができなくなって寝たきりになります。そのため全身の機能が低下し、循環器、呼吸器疾患などを起こしやすく、物を飲み込む力もなくなるため、飲食物などが気管に入って肺が炎症を起こす誤嚥性肺炎で亡くなることが多いそうです。直接の死因が別の疾患でも、それを誘因したのがアルツハイマーの場合はアルツハイマーを死因とすることがあるとのこと。朝岡幸治さんの娘である朝岡真由子さんは、週刊誌女性自身からのインタビューを受けた際、次のように語っていました。そこにあったのは、認知症という単語から想像できる何もかもが色あせていく哀愁の物語ではなく、入学式に舞う桜のように新鮮な物語。あなたのことを忘れてしまうかもしれません。でもそれは愛情がないからというわけではないので、傷つかないでくださいね、と医者からは言われました。周囲の人からも介護の苦労を聞いていたので、すごく大変なんだろう、と覚悟していました。でも、もちろん介護をサポートしてくださる人もいたからなのですが、母との最後の日々は、
私が想像していたものとは違ったのです。皆さんご存知の通り、母は天然キャラなので、それが少しひどくなったぐらいで、私のことを忘れることもありませんでした。最後の会話でも、真由子頑張ってると以前と同じように声をかけてくれたのです。それに時々踊りの手振りを工夫していたり、歌も歌詞を忘れることなくずっと歌っていました。母は最後まで女優浅丘ゆき子だったのだと思います。私が子供の頃は母と一緒に外出することなどほとんどありませんでした。でも病気になってからは逆に一緒に過ごす時間が増えて、ショッピングや食事だけでなく温泉などいろいろなところに行きました。母はあまりそういった場所に行ったことがなかったので大喜び。特に水族館ではイルカと触れ合える時間が始まると、真由子行こう行こうと子供のように大はしゃぎでした。姉のような存在だったのが妹のようになった感じですね。また2015年からはそれまで別居していた父が再び母と暮らし始めることになりました。父が出かけるときは母が見送りに出て行ってらっしゃいと、我が家にはお見送りやお迎えの挨拶やお礼の時にキスをする習慣があって、それが復活したのです。母は父と暮らすようになって明るく初々しくなりました。カナ・アキコ妖艶な演技でファンを魅了し、魔界転生にも出演し、極道の妻たちや太陽に吠えろなど数多くの映画やドラマで活躍した女優のカナ・アキコさん、週刊女性2020年10月13日号でくも膜下出血で脳死宣告を受けたことが報じられました。記事内では、世捨て人になって看病生活に特化した生活を送っていますよとくたびれた様子で、カナ・アキコさんの夫である構成作家の源隆さんが介護生活や事の経緯について語っていました。カナ・アキコさんは2005年に重度のネフローゼ症候群であることが発覚し、4年にわたる闘病の末、2009年12月19日東京渋谷のセルリアンタワー能楽堂で上演される名作語り荒野聖の朗読劇にて女優業に復帰しました。しかし2013年1月10日自宅でくも膜下出血のため倒れて意識不明状態となり、病院に緊急搬送されました。医師からは病状が最も重い重度5であり、脳死もしくは植物状態であると診断されたそうです。その様子は重度の認知症患者のように寝たきり状態だったとか、蘇生措置により奇跡的に回復し、その後の医師の治療と源隆さんの看病のおかげで、8月には問いかけに対して手足の動きやまばたきなどで反応できるまでになったとのこと。現在は少しでも元の生活に戻れるよう懸命なリハビリを行っているようです。中村玉緒、2022年10月13日に公開されたニュースポストセブンの記事曰く、7月下旬のある日の未明に、まだ薄暗い住宅街を髪の長い高齢女性がおぼつかない足取りで歩いていたそうです。静寂に包まれた暗がりでサンダルを片方しか履いていない女性、その様子を何か不自然に思った近隣の住民が声をかけるために近づいてみると、女性の正体が中村玉緒さんだったことに気づきました。道に迷い家がわからなくなっちゃったと言った中村玉緒さんを、近隣の住民は驚き顔で交番まで案内したそうです。さらに徘徊現場が目撃されたのはこの時だけではありません。8月中旬にも同じ住民が真夜中に一人で歩く中村玉緒さんの姿を目撃しています。それは午前3時過ぎ、薄明かりさえない中裸足で散歩していたという中村玉緒さん。その場所は自宅から数百メートル離れたあたりの路地で、傍から見ればホームレスにも見えかねない状況。近隣の住民が慌てて交番に通報し事なきを得たといいます。ニュースポストセブンのインタビューを受けたその近隣の住民は、中村玉緒さんは去年に越してきたようで、日中はお月の方が一緒のこともあります。ただマンションに一人で暮らしており、
近所付き合いもほとんどない、近くに頼れる方もいらっしゃらないようなので心配ですね、と不安の心中を語りました。ただニュースポスト7の記事には、夜徘徊騒動後の中村玉緒さんにインタビューをした内容も記載されており、最近の生活についての質問については笑顔で答えていたそうですが、深夜徘徊に関する質問になると、そんなのは嘘ですと真剣な表情で強く否定したとのこと。また中村玉緒さんの所属事務所は、一人で出歩いていたことは事実ですが裸足ではありませんでした。交番の件も、一人で出歩いていたのを見た警官の方が心配して声をかけてくださったとのことです。中村玉緒は現状一人暮らしでおりますが、健康状態に特に問題はありませんとコメントしていました。沢田綾子、ベテラン女優の沢田綾子さんが軽度の認知症の前触れだということがテレビ番組で放送され話題になりました。沢田綾子さんは頻尿に悩まされ病院に行った際、軽度認識障害の前触れと診断されました。この出来事を思い出し、尿の排出について改めて考えるようになったと述べています。沢田綾子さんは1日15回近くトイレに行くと言われており、頻尿が認知症の前触れであることに驚いていると思われます。頻尿の原因として沢田綾子さんの脳への刺激が減少していることが挙げられます。沢田綾子さんは独身であり、子育てから解放されているため脳への刺激が少なくなっていると考えられます。しかし沢田綾子さんは認知症の緩和に取り組んでおり、頻尿の改善のために本山式筋トレに取り組んでいるようです。本山式筋トレは脳に刺激を与えるための運動方法であり、認知症の改善にも効果があると言われています。まだまだ軽度の認知症なので日常生活にはほぼ支障がないが、頻尿や道に迷いやすい、記憶力の低下などが見られるとのことです。今後なるべく認知症の進行が緩慢になるように頑張られているようですね。おすぎとピーコ、2000年頃に一卵性ソーセージのコンビで大人気となったタレントのおすぎとピーコ、2022年5月になると女性セブンがおすぎさんとピーコさんの認知症を報じました。先に認知症を患ったのは弟おすぎさんで、2021年の夏頃から認知症の症状が現れたようです。2010年頃から福岡を拠点に仕事をしていたおすぎさん、関係者の話によると、収録中集中力が散漫になることが増えたんです。物覚えも悪くなっていたようで、番組に迷惑をかけるかもしれないと本人も不安を抱えていました。どうも認知症の初期段階のような兆候があったそうですとのこと。認知症の初期症状が現れたおすぎさんは、福岡でレギュラーを務めたラジオ番組パオンコ卒業という形で降板しました。日常に不安を感じたおすぎさんは、双子の兄ピーコさんと話し合い同居を決めたそうです。実子から相続した横浜市内にあるマンションで、2021年秋頃から一緒に暮らし始めた双子兄弟。実はおすぎさんは認知症になる前からピーコさんとの同居を希望していたといい、ピーコがいてくれてよかった、老後は2人で暮らしたい、ピーコはお金がないから老後のお金はもう貯金してある、私が面倒を見ないとと周囲に話していたようです。約50年ぶりとなる同居を始めたおすぎさんとピーコさん。ピーコさんは2021年12月バラエティ番組5時に夢中にゲスト出演した際、おすぎさんについて次のように語っています。おすぎは厄介というか、そばにいないんだもん、あの人がちょっと具合が悪くなって面倒を見てやらないとダメなんです。うちは金さん銀さんみたいにはならないと思うわ、あの人今本当にダメなんだもん、仲良く暮らしているものと思いきや、半年も経たないうちに2人は別居しました。認知症を患ったおすぎさんの様子に戸惑いとショックを抱えていたピーコさんを襲ったのは、弟おすぎさんと同じ認知症。おすぎさんに続き兄のピーコさんも認知症を患ったようです。記憶力の低下とともに感情の起伏が激しくなった双子兄弟は、毎日のように喧嘩をしていたとか、時には激しい口論となり、
ピーコさんが今すぐ出て行けとおすぎさんを自宅から追い出すこともあり、行くあてもなく町を徘徊していたおすぎさんは警察に保護されたそうです。紆余曲折あり、これ以上は一緒に暮らせないと感じた二人は同居と老老介護を解消。ピーコさんは横浜の自宅で一人暮らし、おすぎさんは近隣の高齢者施設に入居したと報じられていましたが、2022年4月女性セブンがピーコさんを直撃し、弟おすぎさんの様子を取材した際、ピーコさんの口からは、おすぎはもう死にました、ずっと認知症で入院していたのですが2月に亡くなりました、亡くなってお骨になって帰ってきたのという世間を騒がせる衝撃の言葉が飛び出しました。涙ぐみながらピーコさんは語ったそうですが、実際にはおすぎさんは健在で横浜市内にある高齢者施設で生活していることが発覚。この情報はピーコさんの認知症による妄想でした。認知症の症状が進んだピーコさんは女性セブンのみならず他のメディアや友人にも同様の話をしていたそうで、本気でおすぎさんが亡くなったと思い込んでいるようです。おすぎさんが施設で暮らしていることは知らない様子だとか。また当時週に何度か行政の訪問を受けてたといいますが、ピーコさんは身の回りのことを一人では何もできない状態で、自宅がゴミ屋敷状態だったとされています。認知症の病状はかなり進行していたようです。2021年12月にはテレビ番組にも出演し、弟おすぎさんの病状をしっかり話していたピーコさんでしたが、2022年に入ってから仕事を断るようになったそうです。エスパー伊藤、右変形性股関節症のために2019年1月から休業しているお笑い芸人のエスパー伊藤さん、柔軟な体を生かして小さなカバンに入るなどの芸でお茶の間をにぎわせていましたが、その芸が祟り2017年にはカバン芸ができないほど右足股関節を痛めてしまいました。右変形性股関節症と診断され、ついには人の補助なしでは立ち上がれない状態にまで悪化し、ろれつが回らず言語障害も出たそうです。一時は引退説もささやかれましたが、手術をして元気になって戻ってきますと宣言し、ファンの不安を払拭。が股関節の手術後に病院で診察を受けたところ、言語障害や手足の麻痺を引き起こす多発性脳梗塞が発覚。治療のため2019年4月から投薬治療が始まりました。リハビリと投薬治療が重なったため仕事はできなくなり、収入はゼロへ。医者からは二度とバッグの中には入れませんと宣告されたといいます。治療も虚しく、自力で歩くことも部屋の中で生活することも一人では難しい状態になったため、2020年には老人ホームへ入居。この時エスパー伊藤さんは行方不明の状態になっていたそうです。エスパー伊藤さんが行方不明になっているとの情報はパフォーマンス集団電撃ネットワークの南部トラタさんがツイッターに投稿したもので、困った、エスパー伊藤と連絡が取れない、事件性まで感じてしまう、誰かエスパーの行方分かりましたら教えてください、どなたか情報あったら教えてくださいとのことから、ファン等から心配の声が上がっていましたが、後に居場所が特定され老人ホームに入居することになりました。そして老人ホームに入居してからは認知症も発症したようです。精神科医によれば、脳梗塞後に起きる認知症は血管性認知症と呼ばれるタイプのもので、認知症自体は治療によって多少改善が見られたり、進行を遅らせることはできても病前の状態に完全に戻るということは難しく、徐々に進行する疾患であるとのこと。入所時は早く良くなってまた復帰しましょうという感じだったそうですが、やがて半分寝たきり状態へ。人の手を借りなければ食べられず、会話の返答もはい、いいえぐらいで、本人も何を言っているのかわからないとのこと。コロナで外には出れず、人とも会えず、認知症が進行しているそうです。大山信代、アニメドラえもんのドラえもん役やゲーム弾丸論破シリーズの
モノクマ役などで有名な声優の大山信代さんは2001年に癌を患い、入院生活を繰り返していました。しかし度重なる闘病生活の末に認知症を発症していたことが、5月13日放送の TBS ラジオ大沢優里の悠々ワイドに出演した夫の佐川圭介さんによって発表されました。大山信代さんは2008年に脳梗塞を発症し緊急入院していたそうです。当時の大山信代さんは、台所で鍋を火にかけ焦げつかせてしまう、冷蔵庫は開けっぱなしで電気もつけっぱなし、玄関を開錠する暗証番号も忘れるため外出できなくなっていたとのこと。体の麻痺などの身体的な後遺症は見られませんでしたが、文字の認識や計算、記憶などに障害が残ったようで、佐川圭介さんによればその後遺症だと思っていたそうです。また症状が出る時と出ない時がある、まだらな状態で一日中ぼーっとしていることが増え、1、2分前のことも覚えていない、カレンダーを見せても今日が何月何日かわからない、得意の料理ができない、自分で入浴ができないなど、さまざまな症状があるんだとか。人前に出るときは気を張っているようでしっかりしており、認知症を明かした2015年当時は台本を読むといった声優の仕事も問題なくこなせていたため、声優の仕事を続ける意思があったそうです。とはいえ最近は本人も病気を自覚していることもあり、時々弱気な発言も。自宅で静養しており、佐川圭介さんと家政婦、マネージャーなどが協力して介護している状況とのことでした。番組では自宅で収録している大山信代さんのコメントも放送されました。放送を聞いたリスナーやニュースをネットで知ったファンは、マジか、悲しすぎる、ドラえもん、なんとかしてあげて、と一様にショックを受けていました。恵比寿よしかず、2020年の夏に放送された健康情報番組の中で、アルツハイマー型とレビー小体型の認知症を併発していると診断された漫画家の恵比寿よしかずさん。恵比寿よしかずさんは今年に入ってから物忘れが悪化、日常生活にも問題が出始めており、心配した家族と事務所が番組に相談し、認知症の専門医による検査を受けることになりました。診察に付き添った妻によると、洗濯かごの中の衣類を見て私が倒れていると思って叫んだりする、デパートの売り場に電車が走ってるのが見えて腰を抜かしそうになる、家の本棚の本が燃えてるのを見て大変だと叫ぶなど、原始の症状も見られたそうです。問診や簡単な計算などの認知症テスト MRI による画像分析の結果から、レビー小体病の可能性が非常に高いと診断されたようです。レビー小体というのは、タンパク質の一種が脳に蓄積し神経細胞が破壊される病気で、アルツハイマー病に次いで多い認知症の一つ。アルツハイマー病と合併しているケースが多いそうで、恵比寿よしかずさんもレビー小体病とアルツハイマー病の合併型であると診断されました。重い現実を突きつけられた恵比寿よしかずさんは、ちょっと怖いですよねとショックを隠しきれず、しかしレビー小体病によく効く薬もあるといい、医師はレビー小体病なんかに負けないでとエール。仕事については、朝早いロケや泊まり込みのロケは避けて昼間の活動性を上げるような仕事を勧められ、恵比寿よしかずさんも、できなくなったらしょうがないけどできる間はずっと続けていきたいと今後も活動を続けていくと語りました。小林旭さんは日活の看板であり、抜群の歌唱力を持つ歌手としても人気を博していました。しかし事業の失敗により2度も巨額の借金を抱えることになりましたね。その後も小林旭さんは俳優業と歌業の両方で成功を収めています。しかし現在小林旭さんには痴呆症の噂があります。そう噂される理由は2つあり、1つ目は東てるみさんが Facebook で小林旭さんにパワハラまがいのことをされたと訴えたからです。2014年3月19日から始まった舞台熱き心で突っ走れて共演した東てるみさんは自身の Facebook にて、座長の小林さんから数々の暴言や
いじめまがいの演技指導を受け、当日の4日前に一方的に降板させられた。人権無視だと投稿されました。東照美さんの発言が事実だとすれば、今でいうところのパワハラですよね。そしてこのパワハラまがいの件の大元は司法省によるものではと言われているのです。2つ目は、出演したバイキングで過激すぎるコメントをしたからです。小林明さんは2017年に出演していたバイキングフジテレビ系で過激すぎるコメントをしたことも話題になっています。同番組では当時起こったラスベガスで起きた58人が犠牲になったストリップ乱射事件を報じていました。この事件に対するコメントを求められた小林明さんは以下のような発言をしたのです。いやあ、ひどいよね。そりゃだけども、赤ん坊をこうひねくってやるのと同じことで、無抵抗な人間だけを狙ってああいうことをするやつっていうのはバカかキチッピしかいないよ。同番組は生放送なので、小林明さんの制御が効かない発言が全国放送されてしまったのですが、このコメントに対して世間では、小林明さんどうした、生放送で言っていいことと悪いことの区別がつかなくなった、小林明さんの発言やばすぎでは、司法省なのと噂されてしまったのです。過去に51億円もの借金を抱えてしまったなど、度重なる心労がもしかしたら認知症につながってしまっているのかもと言われていますね。しかし現在でも YouTube チャンネルを運営しており、真相は分かりませんが、動画内では元気な姿が見受けられますね。さつきみどり、歌手やタレントとして活動していて、非常に上品な雰囲気があって綺麗なさつきみどりさん。昔はいろんな番組で見かける機会も多かったですが、最近はテレビで見る機会が少なくなっている気がします。ネット上でさつきみどりさんが認知症ではないかと疑う SNS の投稿も少し前にあったみたいです。理由を調べてみると、ある番組にさつきみどりさんが出演した際の言動がちょっとおかしかったみたいですね。2018年の5月に放送されたフルナイに出演した際に、さつきみどりさんの様子がちょっとおかしかったということで、フルナイを見た視聴者が認知症を疑いツイッターに投稿しました。もともとさつきみどりさんは天然っぽい性格でおっとりしていて天真爛漫な雰囲気があるので、元からの性格や84歳という年齢から認知症を疑ったのでしょうね。同時にさつきみどりさんの検索関連ワードに認知症と出るのは、過去に出演した主治医が見つかる診療所の認知症スペシャルという番組にさつきみどりさんが出演したことがあり、その番組の内容を知りたい人が一緒に調べて関連ワードに上がったということもありそうです。ということで、必ずしもさつきみどりさんが認知症ということではなさそうです。同年2018年の10月には徹子の部屋に出演し、歌を披露して受け答えもしっかりしていたようなので、健康に問題はなさそうですね。ぜひこのままご健康にお過ごししてほしいですね。坂東英二、マジカル頭脳パワーや世界不思議発見にレギュラー出演していたほか、俳優としてドラマに出演したこともある元プロ野球選手の坂東英二さん。2020年7月22日に坂東英二さんは自宅近くで転倒し頭部を強打したと報道されました。当時80歳と高齢だったため、大事を取って検査入院したそうです。その日はラジオ番組坂東英二のおばあちゃんと話そうの収録予定でしたが、やむを得ず欠席となりました。この頭部を強打した事件の後、坂東英二さんはメディアに姿を現していません。またこの転倒事件の1年ほど前にも、2019年6月29日放送の有吉反省会で野球選手の名前を全く言えないという事態に陥り話題になったことがあります。坂東英二さんは過去甲子園に出場後、プロ野球選手として活躍していたため、引退後は俳優やタレントとして活動し、野球解説者なども務めています。しかし番組によれば、坂東英二さんは解説にて、このピッチャーは不利、こういうバッターは嫌と一切名前を呼ばなかったため、選手の名前を知らない忘れている疑惑が浮上。実際スタッフが大谷翔平選手の写真を見せてみると、
答えることができなかったそうです。2020年1月22日に放送された水曜日のダウンタウンでも、認知症が疑われる言動をしていたため、ファンの間では認知症になったのではないか、何かしらの病気になったなど噂されていました。しかし2020年10月22日に公開された週刊文春の記事で、事務所の関係者は坂東英二さんの認知症や病気の噂を以下のように否定しています。体調面、引退、あるいは認知症ではないかなど、いろんな方にご心配をおかけしておりますが、本人はそんな悪い状態ではなく、日常生活も普通に送れています。高齢ということもあり、今は医師の指導のもと仕事をセーブしています。しかし本人は死ぬまで仕事をしたいという人ですので、医師からの許可が下りれば復帰を考えたいと思っています。山本岳、白い巨塔、78年をはじめテレビドラマや映画、舞台で活躍してきた俳優の山本岳さん、2023年軽度認知障害と診断されました。受診のきっかけは原始が見えたことだったといいます。軽度認知障害になってからは怒りっぽくなったそう。他人の言っていることに忍耐力がなくなる、すぐに反論したくなるそう。けれど山本さんはこのことを意識して反省しているようで、山本さん自身、これは役者の教えが役に立ちました。歌舞伎のある役者さんに人の芝居が下手に見えた時は自分が下手になっている時だと思えと言われたんです。ダメな人ばかりに目がいって、上手い人に目がいかなくなったら自分の感性が落ちているんだと。同じように人のダメなところばかり気になるのは、自分の脳の許容量がなくなっているからだということに気づいたんですと、自分で気づくことができるようになったそう。山本さんは自分で意識して環境を変えて、毎日1時間6000、7000歩ほど歩くようにし、毎日歩くと決めていれば出かける理由にもつながることから、日々トレーニングしているそうです。栗田貫一、ルパン三世の声優でモノマネタレントの栗田貫一、栗貫さん、そんなおなじみのルパンの声でも知られる栗田さんは、ピック病だったとして数年前から話題になっています。ピック病とは前頭側頭型認知症と呼ばれる病気で、認知症の一種です。ピック病の疑いがあることが発覚したのは2015年。発覚した番組は TBS 放送、私の何がいけないのスペシャル2015年。番組では以前に出演した栗田貫一の妻、大沢さやかさんが栗田貫一さんの怒りっぽい性格を心配しており、クリニックに検証してもらうと、脳や脳の血管に異常がある可能性があるとのことでした。検査の結果は、栗田貫一さんの脳の血管は切れていなかったものの、前頭側頭型認知症、ピック病の疑いが見つかりました。ピック病は認知症の一つです。前頭側頭型認知症というカテゴリーの中にあるもので、そのうち 80% がピック病と言われています。神経細胞の中にピック玉が存在する場合にピック病と呼ばれます。ピック病は主に感情の大きな変化が見られていて、人格に問題が出ます。栗田貫一さんの場合は、妻である大沢さやかさんに強く言ったり、態度が悪くなっていました。ピック病の中でも自制力低下や対人的態度の変化があったことが考えられます。栗田貫一さんが現在どのような病状なのかというと、全く問題のない様子で精力的に活動されていました。映画ルパン三世ファーストのイベントに出席された時も全く問題のない様子で、終始楽しいイベントとなりました。最近ではルパン三世パート6の収録を無事に終えています。栗田貫一さんはこれまでの声優としての活動は全く問題がないことがわかります。ニュースの情報や世間で騒がれている様子もなく、栗田貫一さんのピック病は疑いだけがあり、病気は進行していないようです。今回たどった認知症を噂された芸能人たちに関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。